助けて、で、早く帰れるようにしたいと思いますんで、もし足りないなと思う人は勝手にやっていただければ結構なんで、はい、はい、そんな方の予定で行いたいと思います。よろしいでしょうか。はい、でですね、ハオカルプス、まあ、ヒストリカルゲームといってですね、わざわざ皆さんこんな遠いところまでですね、緑色の服を持って人の靴の底を探してですね集まれてますけれども、歴史再現をしてですね集まりたいと思います。サバイバルゲームはなく、歴史再現的なゲームをやりたいと思います。なのでアホカルプス今回初めて来るという方はどのぐらいいらっしゃいますか。あ、多いですね。多いです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあですね、ちょっとアホカルプスはこういったね、ゲームの方はやってみてどうでしょうかという提案というのが、ご説明しますので、じゃあ一旦皆さんしゃがんでもらっていいですか。はい、もししゃがんだら辛いという人は後ろの方で立っててもらっても結構です。はい、じゃあデモ隊の方前どうぞ。デモ隊です。もうちょっとこっちか。親のつらいを見たことない。もうちょっとそっちの方が取りやすい。はい、じゃあルールのデモの方説明いたします。はい、じゃあ、これですね、まあ、人数ちょっと今少ないですけど、分隊が編成されます。はい、分隊長。これは分隊長。はい、知ってた。イメージしてください。じゃあ、お前じゃポイントマンを目つれ。はい、ポイントマン。お前じゃ RTO を目つれ。はい、RTO。お前は衛星兵を目つれ。衛星兵。お前はライフマンを目つれ。ライフマン。え、そこから死なわかんない。はい、はい、じゃあスーパーブッシュは A 地区に偵察してください。我が分隊は A 地区へ偵察を行う。ポイントは前へ。ポイントは前へ。了解。はい、作戦内容ですね、偵察とかランディングゾーン作れとか物資を持ってこいとかいろんな命令がありますので、皆さんがこれから戦闘を行うのは南ベトナム国内ですね。でベトナムというのは、ね、アメリカ人の皆さんベトナムには何しに来てますか。アメリカ人の皆さんベトナムには何をしに来てますか。戦争です。戦争なんですけど、ベトナム国民を守るために来てるんですね、皆さんは。ですので、ベトナムの人はみんな敵じゃありません。知らなかった。ゲームみたいに、ブラックパジャマで撃てっていうのではありません。いいですか。ね、安全な農民かもしれません。ですので、ちゃんと身分を確認してください。はい。何ですか、暴発。人は誰だ。暴発。嘘だぜ。嘘だぜ。嘘だぜ。ミリエッツ、ミリエッツ。違う、ヒットだよ。ごめんなさい、変わったの。ダメだ。ぜだ。ヒット。はい。普通ね、ヒットコールこれありなんですけど、サバイバルゲームではね、僕なっちゃうんでこういう風に皆さん打たれてください。うるせえダン。ダッダッダレー。ダンスを。はい。メディックって言ってください。メディックって言ったら、200分隊1人メディック証を持ったメディックがいます。はい。メディック助けてください。はい。で、どうぞ起こしてくださいね。はい、起こして、で皆さんに後でメディック証とテープを渡しますので、でテープを貼ってですね、今大丈夫か。はい、で水筒から水を飲ませる、フリーで結構ですから、水を飲ませて結構ください。ええな、なかなか。はい、やるな。で、怪しい人物があったら交戦許可を CP にですね求めてください。はい、でも何者だ。うるせえ。敵の恐れがあります。交戦許可を求めます。アリティオ CP に報告。不審人物発見。了解。 CP This is スーパープッシー。不審人物を発見。指示を求め。オーバー。ですが CP、身分証確認し、身柄を確保せよ。分隊長、身分証を確認せよとのことです。CP へ了解と伝えろ。ポイントマン、新人物の ID を確認しに行け。了解、 ID を確認します。今誰だ。うぜえ、誰だ。はい、ライフルマン、ポイントマンがやられた。助けに行け。了解。仲間を救出しよう。大丈夫だ。ありがとう。はい、こういうね、もし自分の国だったら自分の部隊まで戻って、引き連れて戻って構いません。そしたらメディカーで、治療をしてください。ありがとうございます。することができます。はい、ですね、RT をやられた場合には、交代することができます。はい、ダン。あ、やられた。メリック、メリック。はい、ライフルマン、RT をやられた。
RTO 救出せよ。了解。はい、こういうですね、RTO を助けてください。で、一人がですね、運べるのは一人までです。はい。よし、ポイントマン、前進。はい、前進します。ダン。バカだよ、お前。助けに行け。よし、了解。ダン。ダン、誰だ。助けに行った。助けに。はい、こういうふうにですね、2人で運ばない、1人がですね、2人を運ばないでください。1人が運べるのは1人までです。ですから、つまり、半分以上が負傷した場合には、部隊として行動ができなくなります。で、その場合は CP に交代許可を求めてください。はい、RTO。RTO、CP へ報告。我が分隊は2名負傷。これ以上の戦闘は困難。交代許可を求む。CP、CP、This is Super PC。This is CP。我が分隊は、交戦不能、撤退の許可を求む。負傷何名だ。負傷2名。じゃあ頑張れ分隊長頑張れとることです。よし、前進する。はい、このように CP から交代許可が出る場合もありますし、交代許可がない場合もありますし、援軍を送る場合もあります。いろんな場合がありますから、それは CP に従ってください。よろしいでしょうか。はい、次ですね。はい、援軍暴れだー。隊長助けに行きます。分隊長今助けます。起き上がれますか。分隊長アルティオ分隊長がやられた。CP CP This is Super PC。 分隊長負傷、交代許可も取る。 This is CP 交代許可する。オーバー。交代に許可終わりました。了解、交代しましょう。はい、というふうに交代してください。はい、次ですね。やらないでくださいという悪い例ありますので、はい、撃たれた人をですね、盾にするのやめてください。はい、ダン。うわー、撃たれたー。おい、ダイルマン、助けに行け。了解。ダン。うわー、撃たれたー。違うんだ、もう撃たれた。おい、盾にしながら交戦しよう。ダン。はい、こういうふうに撃たれた人を盾にするのやめてくださいね。はい、下がって。あかん、膝が限界や。負傷者が勝手に自分で動くのもやめてください。はい、ああ、危ない。お前を助けちゃいけない。こっちへ戻ってこい。戻ります。はい、こういうふうにですね、自分が勝手に動いちゃうのもやめてください。で、これルールをなんで決めるかというと、めんどくさいことやるから面白いんですね。わざと不便なことをして楽しんでほしいので、わざとこういうせい、ね、細かい制約を求めてゲームの方をやっていきたいと思います。はい、じゃあ以上で質問ある方いらっしゃいますか。はい、はい、はい、普段 VVM だと、はい、重傷軽傷ってありますけど、あー、ごめんなさい、軽傷、そう、重傷がありました。お願いします。はい、すいません。じゃあ軽傷の人が、はい、重傷になるともう動けなくなるのでゲームができません。はい、どうぞ。この人軽傷出します。はい、ダン。あー、腕を打たれたメリー、重傷者を助けに行け。あなた、重傷、軽傷から重傷だ。ダン。あー、つらい、撃たれた。いや、待って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 待って、はい、この人は今軽傷です。1回撃たれてます。1回撃たれますが、2回撃たれたら重傷となってもう何もできなくなります。はい、ダン。撃たれた。おい、ライフルマン、重傷者を助けに行け。了解。はい、このようにもう重傷の場合には仲間と手をつながなかったら動くこともできません。なので置いてかないでください。死体は必ず置いてかないでくださいね。必ず重傷の人も連れて戻ってください。よろしいでしょうか。はい、あと質問ある方いらっしゃいますか。大丈夫ですか。はい、RTO が重傷の時の交代、はい、RTO が重傷だった場合には、無線機を、無事な方に移し替えて、で RTO だった人はその後ろからついていってください。めんどくさそう。はい、はい、あとございますか。大丈夫ですか。北のメディックはいますよ。まあ北はで、そういった方に、追悼とですね、感謝の意を込めてこれから黙祷していきたいと思いますので、ぜひ脱毛してください。よし、脱毛。誰がハゲやん。はい、で、山の、なんですか、ちょっと、真ん中からがベトナムの方向になりますんで、皆さんベトナムの方向を向いて、全員で黙祷したいと思います。それでは全員、黙祷。はい、
ございました。じゃあですね、今分隊になってますけれども、弾も皆さん入っちゃってますか？マガジンに入れてますか？マガジンに弾が入ってる人、はい、結構、水筒に水が入ってない人、入ってないです。入ってないね、分かった。じゃあ、一旦部隊を解散して、9時10分南側は遅いか、あ、早いか。じゃあ9時15分しましょう、ごめんなさい。あ、ごめんなさい、じゃあ9時15分に南側はこの状態で集合してください。よろしいでしょうか？はい、はい、で、北側は RTO のまた、あ、そうだ、ごめんなさい、あ、そうだ、逆に RTO か、そうだ、後ろ持ってくれ、うん、まさに走ってで、北側は小林さん、はい、はい、小林さん、北側をちょっとまとめてください、お願いします。で、集合するときに、特殊無線、特殊無線持ってる方どんぐらいいます？あ、結構います。結構いるね。あれ、ない部隊って言います？あ、持ってる？なんもねえな、ベトナム人衛生兵がいます。ない特徴無線で、舞台にマイクとか持ってない。ごめんなさい、特徴がいっぱいある舞台、手を挙げてください。じゃあ特徴持ってる人もう一回手を挙げてください。手を挙げてください。すごいっすね。あ、光、あ、1台。そしたら、じゃあごめんなさい、そちらの方と2人とも持ってきてもらっていいですか？ね、ちょっとベトナム人に貸してあげてください。すみません、2つに分かれて あるんで、予備あ、いいですか？ OK です、すみません。大丈夫、はい、すみません、うちはないです。あ、ここもない。今日大丈夫、北に呼びてください。すみません、韓国もないです。伝令です。みんな特徴持ってこいって書いてあるんでしょ。じゃあごめんなさい、特徴持ってる人皆さん持ってきてください。で、ちょっと後で誰に貸したかちょっと明確にして貸してもらいたいので、テープかなんかで名前書いてちゃんと全部書きますので、はい、やりますので、すみません、はい、僕もあるからね。はい、わかりました。はい、じゃあ一旦解散して9時15分にこの状態で整列してください。よろしいでしょうか？はい、はい、解散。はい、集合、分かれ。はい、弾からでいいんやかな。マガジン弾抜かんない。まあ、なんか用意のある人は一回戻って、うん、水、みんな水ありますか？水ってあれ入れていいんすか？15分、あれ15分、9時15分、9時15分、水入れちゃまずいんすか？あれ無線、ただ状況からしてそんなにいらんと思うね、水は。トランシーバーなんだ。だからまあ、任意でも俺はええと思うね。やっぱり玉なしやね。今待って、でも俺は水入れてこうかな。特徴無線か。2時間。